Minasan namaste. Nihongo no EPG no pachalayo koso. Watashi wa Kanna Anita desu. Kyo no module no dai wa Sasame Yuki desu. Soshite kore wa paper 16 Nihon Bungaku to Eiga ni zokushite imasu. 最初に学習目的から入ります。明治時代末期の近代の自然主義文学のいろいろな反発がありました。これらが 大正時代の初め頃、耽美派として文壇に登場しました。夏目漱石、森外の「ロマン主義」に続きまして、大正時代の初め頃の耽美派について学ぶことです。 特に耽美派にの代表的な作家谷崎潤一郎の「ささめゆき」を中心にその映画化について知ることです。まず作家紹介から入ります。大正時代の文学の担い手であった 若い作家が、特に長井川風谷崎潤一郎が日本的美を求めていた代表的な作家が登場しました。その中で谷崎潤一郎は耽美派2の作家ですが、 彼の傑作「ささめゆき」という小説に基づいて、ささめゆきと映画が戦後直後に公開されました。以上で 時代背景の次のポイント、作家紹介に参ります。谷崎潤一郎は1886年に生まれました。作家は自分について次のように記述しました。 これは自伝的な作品に出ている引用ですが、私の家は代々江戸の長男です。もし江戸っ子ということに誇るという値打ちがあるとすれば、私の一族は 父の系統から言っても母の系統から言っても、ここ12代は純粋に下町の江戸っ子です。このように彼の父は下町の相場師でした。谷崎潤一郎は 高校卒業した時、父は事業の失敗で経済的には悩んでいました。親戚の支援で大学に進学ができ、家庭教師などを務めながら東大国文科に入学しました。経済的な理由はあって途中で退学し、 文学の道を選びました。彼は専攻したのは英語と英文学です。最初の自伝的な短編小説「異端者の悲しみ」を
記した。当時まで文学の主流を成していた自然主義文学の後退や社会主義運動の活発化によって分断が新譜を迎えます。スバルの創刊やそれに次いで白樺の結成、三田文学はその雑誌であり、さらに新地町の文学あるいは文芸雑誌が次々登場しました。新地町の文芸雑誌の第二次のグループの仲間として谷崎潤一郎は創刊に誕生という短編、二号に像、三号に姿勢を発表し、スバル、中央公論などの文学雑誌にも投稿しながら、だんだん文壇上の地位を固めていきます。1923年の関東大震災後、関西に移住した谷崎潤一郎は、転換期を迎え、日本の伝統的な美観を新付属、モーガ、モーボ、つまりモダンガール、モダンボーイを背景に描写しました。その舞台は東京であっても、関西に次の20年間住み続けました。谷崎は美の強さを追求しようとして、それを実現するために、女性の肉体、サディズム、マゾイズム、悪魔主義のような、衰落的な、しかも官能的な方法を利用して、ダンビ派の代表作家です。昭和の分断に、関西にいながら、谷崎は関西の文化、京都の文化などに憧れを感じ、源氏物語の現代語訳に従事しながら、笹目雪という傑作を記しました。これは作家の男女関係や貴族社会の豪華な環境などに光る源氏の世界が反省していると言えます。ですから、笹目雪は技巧点的な作品と言われ、日本的な優雅に直接に触れなくてもそのシンボルと言われています。1943年に執筆を始め、二課の中央公論で発表しましたが、国は戦争直前の環境が、そして戦争中、戦争敗北など、に展開していた最中、創作の出版はなかったため、笹目雪はやっと1948年に公開されました。昭和文学のこの大傑作は数年にわたる物語ですが、映画化された笹目雪は、それを昭和13年、つまり1938年の1年に儀式しています。そのため、春夏秋冬の美しい年中行事が、絵巻物を広げたように分かりやすく描写されています。
ささめ雪が源氏物語と重ねられる理由には、長く流麗な文章であること、人間の心の飛騨に寄り添い、息遣いさえも感じられているということなどが挙げられます。やはり四季折々の日本の自然美が人ごとと絡み合って流れ移っていくのが大きな共通点とも言えます。前も申し上げたように、作家は戦中戦後と20年にわたって「源氏物語」の翻訳、つまり「源氏物語」の現代語訳と「ささめ雪」の執筆を同時に進めました。主な登場人物は、大阪の中流上層階級の牧岡家の人々です。中流上層というと、中流の上のクラス、つまり upper middle class の意味合いがあります。4人姉妹の父親の全盛期には、大阪での指折りの祝福な家でした。しかし父親が亡くなり、映画に描かれている当時の状況は、財産は減って、船橋の店も一手に渡っていました。大阪上本町に本家の長女の鶴子と、その婿養子で銀行員の達夫が住んでいます。神戸の芦屋では、次女吉子とその婿養子で百貨店に勤務する手のつけがいます。この次女夫婦に身を寄せる三女雪子と四女妙子が暮らしています。昭和13年の前の年には、日中戦争が始まり、この年に国家総動員法が施行され、日本はその後戦争へは突っ込んでいきます。そんな激動の時代に入っていく中で、大阪船場の商家出身の4人姉妹は、世の喧騒から距離を置いて、自分たちの昔ながらの優雅な生活を続けているのです。ところで、三女雪子と四女妙子が次女の夫婦のもとで生活をするようになったのは、5年前あった事件がきっかけでした。妙子が奥畑という男と駆け落ちしたことが間違って、雪子の名前で新聞に載り、鶴子の婿達夫が記事の撤回を要求したところ、妙子の名前でさらに記事が載ったという事件です。新聞事件は、牧岡たちに恥をかかせ、雪子と妙子の名前を汚すことになりましたが、達夫の対応に不満を持った二人は、芦屋の
市場夫婦のもとで暮らすことになりました。映画の最初の場面は京都での花見です。4人姉妹それぞれに目を奪われる素敵な和服に身を包み、花見の桜の輝きを放っています。食事の席で会話の話題になるのが由紀子の縁談でした。その後も由紀子の見合いを中心にプロットが展開していきますが、彼女は結婚の断り続けます。その過ぎない断り方に周囲は落胆したり怒ったりというありさまでした。特に事情の苛立ちを募らせます。由紀子はおっとりした性格なのですが、譲れない理想があるようで、何か確たる自我を潜めていると感じさせます。当時周囲も納得する結婚をすることは女性にとっていや家族にとって非常に重大なことであったことが改めて知らされます。この映画を見てわかるように、結婚がまだまだ家と家の結びつきを意味した時代でした。ここまで家族が期待することを言いにかいすることなく断る由紀子は新鮮に考えます。末子の妙子に至って周囲が反対するような男に自ら飛び込んでいき、結果として大変な迷惑を家族にかける破天荒な女性です。由紀子は気になって京都の嵯峨野に別荘を持つ家族の次男とお見合いをしました。由紀子はお見合いの席で初めて微笑する、やっと理想男性に巡り合えたわという微笑みでしょう。見合いの場面のあとすぐに万歳三唱の場面が映し出されます。二人が静粛に向かうことを暗示しています。一方大阪上本町に住む本家の婿養子が東京に栄転となり引っ越しすることになります。市場の妙子は奥原との駆け打ちのあと板倉という男と恋に陥りました。しかし彼は病気で亡くなり、その頃はバーテンダーの三好と駆け落ちして大阪の工場街に住んでいました。そこへ次女の吉子が姉夫婦を見送るのは悲しいと尋ねてきます。妹たちの自分勝手な行動に一番苛立っていた吉子がこうして訪ねてくる場面に人の心情の変化がわかります。四人姉妹といえども個性も価値観も違い、お互いのエゴで関係がもつれることもしばしばあるのですが、お互いを懐かしむ心情がどこかで流れ続けているのです。そして4人の姉妹の誰もがこの1年で新しい気づきや発見を得て成長していました。
酒を持ってくる仲居さんに、あれが嫁に行くんや、と言いながら飲み続ける貞之助の目からは涙がこぼれていました。